テクスです、うん、続きましてちょっと先ほどの、お酒の味のニュアンスを今度は濃く変えたいという立ってのご希望がありましたので、いやどうかなできるかな、続編がございます、うん、皆さん、ぜひご期待して固唾を飲んでご覧いただければと思います。ではよろしくお願いします。いやーごめんなさい汗かいてます。はいどうぞ。もういいんですか。はい、テストいいですか。先ほどテストです。あもうこれ重たいわ。でもちょっと待って、これ自体重たい。ちょっと重たい、改めて、先ほどの気入れする前の状態のお酒なんですけど、うんうんうん、やっぱり先ほどのと比べると硬いんですよ。うん、そうだね。で、重たいと思う。そう、うん、そういう感じです、うんうん、そういう印象が今はあります、うん、ではこれがどうなるでしょうか。じゃあちょっと慎んでまた飲んでいただきます。少しなんていうかちょっと重くなりましたでしょ、うん、重かったよね。重くなって、うんうん、なんていうかな、この生茶のお酒の味わいっていうよりも、うんうん、純米酒だとか肝元作りみたいなちょっとしっかりとしたお酒の味わいに近づいた感じがします、うんうん、これだとのですね、ちょっとなんだろう、チーズとか、うんうん、そっちが合う感じのお酒になってきてます、うんうん、この味わいだとさらにちょっと温めても美味しいと思いますね。おかんとかして、それ気が抜けちゃうんですか。大丈夫ですかね。大丈夫だと思うんですけどね。ただ今本当ちょっと重くした感じなんですよね。うん、ね、これだとちょっとそうですね。うん、チーズとかお肉料理なんかちょっと軽く、うん、炙ったぐらいのお肉とかがすごく合うかなという印象ですね。まあ打足なんですけど。さっきこうやって洗いましたよね、うん、あれは要するにこの中の不純物じゃないけど、うんうん、この味をもっと素直に出すような味の表現を出すんでこう払ったんですね、うん、で今回はそのものあるわけじゃないですか、うん、だからそれはあまり抜かないで、かつそのなんだろう、いわゆる水で言えばクラスターっていうのかな、うん、そのあれをもうちょっとこう重くっていうかしっかりさせるような感じでやったんですよ、うんうん、そうですね、だからこう抜かなかったでしょ、うんうん、ただこのそのままのもう力をもっともっとこう、うんうん、そのままが自然に出るようにっていうんでちょっとやったんですね。だからちょっと重たいかなと思った、うんうん、この状態のお酒の方がどちらかというと酔いやすい、うん、さっきのだと結構クイクイいけそうこんなに違うんですね、うん、じゃあもう一回さっきのやってみましょうか。あ、じゃあもう一度です。この第3ラウンドはね